オイルステンが、乾燥しました、そこで、このサンディングシーラーというものですね、こちらを、スプレーしました。かなり溶剤成分が強いので、室内では拭かず、屋外で、吹きつけました。で、サンディングシーラーって何なのかということなんですけれども、ちょっと正確には違うのかもしれませんが、私の中のイメージでは非常に樹脂成分の大きい透明クリアみたいなものと、捉えてます。それを、非常にそのゴロゴロとした、樹脂がいっぱい入ってる、透明のスプレーだという感覚ですね。で、普通の、スプレーの、こういうようなラッカースプレー、透明のラッカースプレーに比べると、かなり、あっという間に肉厚な、樹脂層が出来上がるという特性があります。はい。で、これを何度か吹きつけまして、基本的にはかなりデコボコした、状況になって、あんまりツヤはないんですね。なので、それが乾燥しましたら、これを、ちょっとザラザラっとしているので、1000番ぐらいの紙やすりで、それから、水研ぎですね。水に少し洗剤を加えたものです。これで水研ぎしてあげたいと思います。はい、磨き終わりました。凹凸が削れて、こんな感じですね。ザラザラーっとなってます。サンディングシーラーの削りが終わりましたので、その後ですね、この、ラッカースプレーで、透明クリアを吹きつけました。これを3回ぐらい吹きつけましたかね。それで若干、ある程度塗装の被膜が、3、4回吹きつけまして、できたかなというような状況ですね。このままですね、ラッカースプレーをずっとますます上掛けしていきまして、それから、コンパウンド等で磨き出していきますと、ピカピカの、表面ができるわけなんですけれども、私の場合は、このまま、終わりまして、ここからですね、クロットクリアレッドですね、この2色を使って、一気に、プラカラーを使って一気に、暗い感じに落としていきたいと思います。ここですね、こういう風なパテがね、使った部分が表面的にはもうツルツルなんですけれども、まだやっぱり色としては全然、濃く残ってしまってますんで、こういうのも、一気に処理してしまいたいと思います。